こんばんは。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 見てるけど、全然全然。今来たメール今来た。こんばんは。今何してるの？もうお仕事終わった？ん？何？ピカピカしとる。そう、今日はねダンスの練習があるんよ。やってん。おやめ。そうなんよ。帰宅した？お疲れ様。今日月曜日やもんね。おっちゅー。バタバタか。そっか。ちゃんき生のことをなんかどこまで言っていいかわかんないから、もうか今は内緒にしとくね。なんか言っていいとも言っちゃダメとも言われてなくて、そう。内緒っていうか、そんな本当にあんま知らないんよまだ。そう、本当にわかんなくてもかも。そう。こんばんは。TikTok、 そうね、私もさっき知ったんよ。あるみたいですね。全員じゃないのかもしれないけど、まだ。マイケルさん、会ったくらいしか話せない。そうそうだね。なんか本当にでも会ったって言っても、私めっちゃ全然お顔とかも見えてないので、私も本当に分かんなくて。そうだから、そう、私は近くで全く会ってないので、もう本当に分かんないんよ。配信にいたどの子とかも本当に分からんぐらい遠かったので、産経異性情報はもう死活問題。じゃあチェックしてね、個人で。そうね、3期生ちゃんの候補生の時の配信は見たら、リセモモカが入室しましたみたいなやつを出ちゃうからかもしれないから、
前安否のね配信に入った時になんか100回目やったっけ忘れちゃったけど、なんか訪問のやつが出てしまって本当にね申し訳なくて恥ずかしかったので、私はそう見てないんだねちょっと気まずいじゃないですか。だからそうあのそう恥ずかしくて、それがちょっとなんかそれでもしかしたらなるかもってなってね最近は。そう初めて入ったらバレちゃうのでちょっと全然なんか私監視してるとかはないけど、もしそれが出たら監視してるとかみんなに言われちゃうかもしれないと思って、全然それは見てなかったですね。見てないというかお顔はね見させてもらったんですけど、あの写真で、あの写真っていうかなんかあの候補生みたいなところのあのどこだっけなんか見れるとこはあったけど、中の配信までには入ったことないね。そう本人大事にして、あそうなんだ。でもえでも私なんか安否の時バレたよ、ファンの人に。なんか見えとったよ。100回目やったらバレるんかな。でもなんかあんまりねルールがそこら辺分かってないので入ってないですね私は。前髪の前髪がもうさ、もうさ、踊って映えなかったチェックした。どうだろう、そんなに普通に見るぐらいかな個人的に。ちょっとだけ分けようかな、なんかどこで分けようあーなんか前髪の調子が悪いんだよねなんで言うこと聞かないの。しかもこのさ、このくしだがダメなんだ本当に。いやこれだよ。気のせい。迷うな、待って分けるか、分けようかな、もう分けようかなあもう分ける、気にしない一番これが。もう分けちゃうから私みんなからしたらどっちでもええわって感じよね分けちゃいます。今日はもう調子が悪いので、汗をかくとね前髪ちゃんは調子悪くなるのです。実はここでは分けるとこも大切。ここでいいか。そう雰囲気変わるって言われる。よく。仕事終わったな。あっちゅー。髪に出してもよかった
本番眉毛、いや私もさっき適当に眉毛描いちゃったんよね。今日メイクしてなかったんよ。けん、いや、ちょっとだけメイクした、さすがに。いやさすがにというか最近普通にあれなんよ、すっぴんでも配信しとるけど、なんか今日はちょっとはしようかなみたいな思いました。ちょっとぐらいしましょうかねって思ってちょっとしました。まあ全然でもすっぴんの日もいっぱいあるよね知ってる。まあ時にはさ、お肌を休めたい日もあるからね。さすがもうさ、でもさ大人っていうかさ、もう大学生とかはさメイクしていってる子もいるわけじゃん。すごいよね、毎日朝からこうキラキラってやってるやつかわいい美人さんありがとう桃が好き、桃が好き。キラキラ、なんでキラキラなんやろ、なんかあるんかな仕事ってただあるだけかな。こんばんは、6周年まで肌休めてる。うん、休めてるよ全然。レッスンとかあんまメイクしないし、もも配信の時だけしとる今は。社会人は寝坊してメイクする、わかんない、どうなんだろう、しなきゃいけないんだよね。でも寝坊したらもう急ぐしかないしね このあと朝ごはん食べてダンスの練習、そう明日のね向けて新生活応援、あ、そうなんだ。マスクしとってもメイクは丸わかりだよ、目が。もう朝ごはん明日、ピッカピッカの1年生大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。ピカピカな1年生あれ面白いよね、かわいい。まだね、そうご飯食べてないんよ、今から食べる。その CM 最近見ない？今やってるっけね、どうなんだろう、え、どうなんだろう。私もねテレビでは見たことない、今日も見てないね。今日はもうほんと、もう朝は体調が、あれ寝てました疲労でちょっと最近ダンスをしてるから夜あ、結構昔なんだ。で私はなんかなんで見たんかな、
ニメの CM 出てきそう。お、今月メール取ってました。あ、ありがとう。いつも体調が心配です。全然ありがとう。今は多分ちょっと覚えるのが多い時期なので、コンサートに向けてちょっと寝不足なだけで、ちょっと練習もねいろいろあるので、ありがたね。筋肉痛はね、結構大体ずっと踊ってるからならないんですけど、こないだリコチと2期生の何人かで、なんか朝のなんかちょっと筋トレみたいなのに参加したんよ。リコチがね筋トレハマっとるやんか、ツイートとかにもしとるけど、それでね次の日ね、あ、2日後になったんよ。しかも私2日後になったんよ。で、私その後になんで私は筋肉痛なんだろうと思って思い返してみたら、それだったけどすぐ治った。1日とかで治るぐらいの筋肉痛、なんかいつの間にかもう治ってるけど、そう、そのなんかこのこうやってやって、足こうやってやるやつあるじゃないですか、なんていうっけこれあれ体幹の鍛えるやつそう、いつもはねあれですね、プランクか。いつもは次の日に筋肉痛になるんですけど、その日だけは2日後になったね。なんかそう、でもなんか1日ぐらいで治ったかも。なんでだろう、すぐなんかもういつの間にかもうない痛みが軽いやつやったかなそれに参加してましたね。筋肉痛が遅れてくる。どうやろうね、今回は何でやろうか。腹筋割るの、うん、私はその1回参加しただけで、私はそうですね、そこまで筋トレ得意な人ではない。そのこうやって耐えるやつとかは頑張れるけど、まだでも私はあれだね、この何が苦手かな、何が苦手やかな、腕立てがちょっとね全然できないね。5回ぐらいで、5回ぐらいでちょっとリコチ、そう、最近ジム行ってるらしいバキバキの筋肉だとやだ、嘘。そんなに本当にできないですね止まっちゃった、ごめんね。今日早いんよ。筋トレ配信してもらってくれ、やだよ恥ずかしいジム一回も行ったことないよね、人生で。みんな行ったことありますか？男性の方が行ったことあるよね、絶対。女性よりは。体育の授業前筋トレある？嘘あるっけ？通ってたんだ。こんばんは。ありません？ありませんか？こんばんは。市民プール？
私さ、小学校の低学年で、小学校の低学年でさ、なんだっけ、あ、25メートルすら泳げんくて、なんか泳ぐ教室に行った。泳げるようになったよやめたらすぐ、あ、そうなんだ。ジムって筋肉作りたい人が行くとこよね。ダイエットもあるのかな、ジムって。低学年なら普通、わかんない、どうなんだろう。でもそんな得意じゃないから今でも遅いんよ。泳げるけど遅いみたいな。あ、痩せたい人も、そっかそっか。私そう、バタ足が苦手で、平泳ぎの方が得意なのね。平泳ぎやったらクラスの真ん中ぐらいの速さになれるけど、クロールになった瞬間、ほんとビリのちょっと前かビリぐらいになるから、めっちゃね苦手なんよバタ足。疲れるからすぐ足動かさんなるあ、運動不足の回避。水泳選手コース次の、バタフライは私もよくわかんない。なんかじゃんじゃんパスワーって感じ、はーってやっとけばなんかもうできとるかなみたいな田中出てきた、ひよこ。平泳ぎも別に得意じゃないよ、まだマシなだけであって。じゃんじゃん、なんか足2回ズンブーンってやってパシャーってほとんどやったことないからあんま知らないや。あと私背泳ぎができないんですよね。バタフライそうできない人がねやったら、バタフライわかんないよね。なんかどうやればできとるのかもわからんし、できとる人でもすごいよね、ほんと。なんかすごい。私背泳ぎしたら一瞬で沈むんよ、なんでやかな本当に何ができるの。いや、水泳に関しては別にできることはそんなにない私ができるのはまあ平泳ぎと、まあクロールはできるけど遅い。なんか打ってきた。バタフライ難しい。息継ぎできるよ、全然。立ち泳ぎ、私あれ練習し、立ち泳ぎがそれかは分からんけど、なんか海女さんとかが、潜る人がこう海の上でもこう浮けるようにさ、足動かしてそのするあれを私も練習してた前、プールで浮いて待つ。そう、それ立ち、それが立ち泳ぎの、それを練習してたけど、なんかね、何十秒かはいけるけど、何十秒とか20秒とか30秒頑張ればいけるけど、もうそのうち無理になるも無理やったかもしれん。どうやったろうか。服着て泳ぐ練習したことあるね、多分授業、小学校かな、あんま覚えてないけど。立ち泳ぎ披露はできる、だってできんもん普通にみんなできるレベルしかできないし、あとは何が本当にね、得意なこと一個もないよね、水泳に関して。
本当に何が得意なの逆に。何が得意でも私はあのプールの下の方で泳ぐのが好きだったまあね息が続かないんですけどね。犬かきもちょっと練習したことある。犬かきって本当にできるんかなって思って、小学校の時にこうやって意外とできるよねあれじゃあ一番、プールの下でこう潜るやつターンが得意もないね別に。潜水か。宝探し大好きだった。本当にもう宝探ししか好きじゃなかった。なんならプールの授業それもね得意か分かんないけど、ただただ楽しかったね。出張行ってくる。いってらっしゃい、気をつけて。下に潜って塩素の薬触らないで触らないで宝探ししないのみんな授業で。着替えとか。そうだよね、1時間でさ水泳の授業するって結構ハードル高いよねあっという間すぎてさ、なのに頭めっちゃ濡れるしみたいな。宝探しは、まあ、ある人となかった人いるかもしれんけど、こうやっていろんな色の、私のところはね、私のところはなんですけど、中学校ではやってないけど、こんないろんな色のこう例えばカラフルな色の ボールみたいなやつがあって、それをこう先生が投げとって、それを取って集めてみたいな。そう、どこのチームが、そうどこのチームが、楽しい。ピックこれ。そうでもなんかあれ、パパがくれと。私追いかけができないけど、ボールを沈めとくんよ。やってるよね犬やん。どうなんだろう、別に別にちょっと違うと思うけど、でもまあこんな感じ。本当にボール取って入れる。追い込んだ頭痛いねそれは。柔らかいボールドッジボール、したことない。ボーダー来とるおソロじゃん。水球やったことないね私は。どうなんだろう、女の子でやってたかな、どうだろう、わかんないけど、やったことないね。キャップかぶってたよちゃんと。ハードだよね絶対。疲れるよね、っていうか泳ぐだけでもさ疲れるじゃないですか。もうでこくんありがとうありがとう。もがしき、もがしき、目を洗ったりしなさそう。そうなんだ。でもなんか
塩素があるせいかめっちゃ目が赤くなったりするからあんまり最近プールには入りたくなくなっちゃった。だからもう何年プールに行ってないんやろうか私。でもねこっち来てから一回も行ってないから、どうやっけな、髪も痛む、なんならあんま肌にも良くないかもって最近思い始めた、塩素とかその薬のあれって。だからそう、それからね一回も行ってない、高校やってないよ。海で泳いだことあるけど、なんか海も顔つけたらもう塩で目が痛すぎてあんま海行ってもね顔つけたくないね、痛い、目が痛い。そう、漂白剤みたいな匂いするよね。ゴーグルがいるよね海は。なんか中学校2年生で行った時に修学旅行にバナナボートみたいな速いボートショーンみたいなやつ行ってやったんだけど、さすがにさそんな水がバーってくるとは思わんくて、もう水がね目にバヒャーってかかってきて超痛かった。楽しかったけどめっちゃ痛くて、そう、バナナボート飛ばされてた。あのバナナボートねがの水がパシャーって、沖縄で。カレーやラーメン。私何食べたかな、なんかタコライス美味しいよね、タコライス食べましたね。しがみついて一回でだって一回転したん。私はでもバナナボート自体めっちゃ楽しくてまたやりたいけど、あんまり海にね行くの、海の中で泳ぎに行くのはあんま好きじゃないから、ベトベトするからさ塩で。そう、結構なんか流れが速くなくて浅い川に行ってたね前は、家族とかで。本当にもうなんか流れが速いとこじゃなくてね、足も絶対つくしみたいなところ、あとなんかさ海で泳いだらさクラゲがおるかもしれんとかって変になんか心配しちゃう。でも足パシャパシャするの好きよ私、泳ぐまでいかんでもさ、なんか足ウニ踏んだこと痛いやん絶対。痛い、四万十川で泳いだことあるのかな私。足湯好きあるのかな、そう高知の川綺麗だよ。なんかね幼稚園の頃の遠足とかでも
なんかね行ったことある、川でみんなで泳いだことある。なんか私覚えてる。自慢とかはないでしょ。遠いも私の家知らないでしょ。うん、分かんないよ、近いかもしれんよ、分かんないけど。私でも今までねどこで泳いでたか覚えてないんだよね。ちっちゃい頃に家族で連れてってもらってたから、まあ、ここがどことか、そう、一番とかそう有名だよね。高知広いよね。横に広すぎてね、なかなか全部は行ったことない。私四万十川しか、仁淀川はタワーと、でも四万十川の方が有名だよね。仁淀川、仁淀ブルーが綺麗なんよ。でも意外と結構遠くまで行ったりもしたことあるから、うちの本当に分かんない。春野に行ってきた？いいね、春野運動公園楽しいよね。東京のどこも、そうなんだ。龍河洞？あ、修学旅行で？そうなんだ。私もなんかで行ったことある。なんだろう。なんかやってるね。イルミネーションじゃないけど、なんかそういう綺麗なやつがあるんよ。それ行ったことある、一回だけ。あ、仁淀川だよね。この間行きましたね。奥多摩。聞いたことある。でも見た、字を見たことある。川遊びもできるんだね。私は広島でできる釣り堀のところを結構気になってて。春野ってコーチユナイテッドのホームステイ。多分。釣り堀イベントいいよね。釣り堀だったら釣れやすいしね。海とかやとその日とかによるかもしれない。こんばんは。釣った魚食べられるイベントね、なんかさあるよね。そのまま釣って食べて、食べるそこで食べれるよみたいな、調理もしてもらえるよみたいなところとかも多分あるんよ。そういうとこいいなって思う。こんばんは。ピカピカ、このピカピカってやつ私のペンライトカラーや、たまたまあるよね。そうそう、広島はでもちょっと遠いんやけどね、結構多分なんか全体的に遠いとこにあるんです。なんか私道の駅とかにも行きたくて、行きたいんだけど道の駅とかも結構広島って遠くて。ニジマスいいね、フライとか塩焼き、私塩焼き好きなんよね。そう、連れたまま特典がどうかな。そう、ペンライトカラーな。ももがさばくのか、川の魚。
ばけるかな。卵食べたこと、ニジマスとか逆に食べたことないか。道の駅の発音がマイケルさんと一緒。嘘、みんな違うの。逆に道の駅、道の駅以外何があるん道の駅え未知の駅じゃない、あと何があるんじゃ、未知の駅、うん、道の駅、うん、道の駅、うん、もう分からんわ。え、何が普通に言っとったか分からなかった。道の駅、あ、これ、え、だってじゃあ私は何て言っとったん、うん、道の駅に、うん、道の駅、これは私の、私流、私とマイキューさんが言ってるやつ道の駅、ほう、うん、私はもう貫くよ。道の駅、道の駅、分からん自分が言ってるのも正解バージョンももう分からんだったあ、なので合ってた？嘘、もう分からんだった分からん。なんかさ、何回も言っとったら分からんなるよね。なんか何が正解なのか。道の駅ね、行きたいよね。なんかいろんなそこの有名なものとかさ、そう、そこのものが売ってるのってすごいいいんよね。続けて、あ、分けて、いや、もう私は自分の貫くねもう慣れちゃってるから、何十年もじゃん、なんなずっと生まれてから広島、そう、遠いんよ、めっちゃ本当に。なんかさ、アイスとか売ってるとこもあるじゃん、そういうのいい。近づけたい。アンテナショップも好き。なんか地元っぽいものを売ってるところ好き。そう、まだ何十年も生きてないねまだ。そう、ソフトクリームとか売ってるもんね。野菜、そう、そういう、なんかそういうの好きなんや私。ウニのソフトクリーム、そうなんだ、いいね。桃が好き、桃が好き。限定品なんかね、そこの有名、例えばなんか高知だったらゆずのソフトクリームとか。ゆずのソフトクリーム美味しいのよね。広島市に近いのは東広島、これ西条って読み方合ってます？なんかさ、でも遠いん。西条合ってる？ありがとう。お、月町の道の駅で、なんだ、晩館、なんだこれ、
車がそうね、結構ないと。免許持ってる。私も車の免許を取っていくか。絶対これは取らんやつやけどね。高知のやつなんかバンバンカン、私知らんかったかも。そういえば私今家に分担あるん。私が知らんだけかもしれん、なんか詳しくないだけかも。ブンタンはね、美味しい。黒焼酎の塩砂糖か、あ、食べたことないよ。ブンタン大きいやつ、黄色いブンタン、でっかいやつ、なんか広島でも売ってたんですよ。で、ブンタンは高知産のブンタンがあったんだけど、なんかみかんとかってさ、中のさプチプチは手で取れんけど、ブンタンは一つ一つが硬くて、硬いというか、なんかプチってなる、こう口の中にいたらプチって本当にもう弾ける感じで。ブンタンも買ってた、安いよね高知でも。ちょっと持って帰るのが重そうやから。確かむくの力がいるかな、おっきいやつ。そうプチって、ほんとプチッと感がすごいんですよ。そう、香りがいいね本当に。あれは私のお家はみんなそうかもしれんけど、普通に包丁でこう十字に切り込みで切って、そっから自分の手でグイッてやったりとか。かな。皮はちょっとね、苦いって皮っていうか、この白いとこすごい苦いんですよ。だからしみるね。みかんみたいに、そうだよ、剥いて食べるのよ。早速出がだったね、しみるよね。甘いよ、美味しい。広島に分担、なんかね売ってる、スーパーで売ってるとこがあったんですよね。なんかそんな見ないけど、やっぱ高知ほどは全然。いちご氷ね、めっちゃ嬉しそう。5周年の時にいちご氷売ってたね。本当に幸せだった、本当にガチで幸せすぎた。ポンカン美味しいよね。私何が好きなんだっけな、忘れちゃった名前。デコポン、私デコポン好きなんよ。どこが有名なの、あれ美味しかった。フルーツたくさんって、あ、そうなの？これセ、なんて読むのこれ、セラ？絶対違う。
デコピン、デコピン好きなの。あ、合ってるんだ、セラって読み方で合ってるんだ。私これ合ってるのかなっていつも思ってた。なんか違うんかな、そうなんかなみたいな。まだあんま広島のね、あの覚えてないよまだ、その読み方が分からなくて難しくて。痛かった。屋台の練り歩き、そうなんかね、そう行ったよ。とか、あ、そうな、なんかね、お花があるよね、その世羅町ってところ。なんかよく広島のチューリップとかあるところだっけな、お花畑がね行ってみたくて私。でもやっぱ広島のお花畑も遠いんよ。で調べてた時に大体結構世羅町っていっぱい出てくる気がするんだけど、多分そうだと思う。なんか遠いんよね、ちょっと。地面ひまわりのとこもあるんや。でもそう、お花畑が多いんよ。本当に行きたい。そう、道の駅有名なの、その世羅町ってとこの。あんまり広島もまだ知らんからな。紅茶コスモス、いやほんまコスモス大好き。チューリップとかも好き。お花見行くの明日。いいね、お花。駅伝、広島広いね。なんなら高知でも全部言えるかって言われたら絶対言えないもん。やけん、うん、メルヘンのお写真撮りたいよね、映えるしさ。そう、ツイッターとかにも載せれるし。広島も多いね。チューリップもう終わっちゃう。ねえ、菜の花と桜がきれい。よね、スクモが言えるわ。スクモは行ったことがあるからね、言えるんよ。そう、ちょっと遠いけどね。もうね、インスタしてないよ。まだインスタ希望ではないんよ。なんかだからしてない、してないっていうか、あれは希望してもできるものではないけど、そう、希望。地中巡って、あ、そうだよね。TikTok やりたいんですけど、そう、やりたいね、やっぱり。そう、今日はおでこ出してる。家の庭のチューリップまだ咲いてなかった。そうな、チューリップかわいいよね、なんか好きなんよ。 TikTok ね、またやれたらやりたいんだけど、なかなか。そう、個人のね、インスタに映えをしてね。映えね、そんなにね、映えるところに行かないからね。あ、お城の桜いいね、いいね。黒い衣装も良かった、ありがとう。で、今年もかすっかり見慣れた。たまにやっとるもんね。そう、個人で、うん、やりたいなって。近所の菜の花、菜の花のさ、あの行ったことないよね。自撮りすれば確定では。全然キラキラキラ。免許取るしかないんか。そうか、うん、何
ナの香りも。そうなんや。カフェ飯のインスタ、やんちゃん載せとるね。やんちゃんね、カフェのね、多分ご飯屋さん結構行っとるんよ。でも私あんまり行かないからさ、行くとしてもやんちゃんと行ってるか、あんまり行かないのよ行きなさいって感じなんですけどね。ちゃんと映えるとこに。ほくろくん、ほんと最近行った、最近は行ったかな、なんか用事で町に行った時に一人で、普段行かないんですけど、それは用事があった件行ったんやけど、その時に時間があったから一人でなんか気になっとったとこ行ってみたけど、でも分かんない、映えとるか分からん。なんか普通にでもももか魚が好きなので魚のとこ行ったねめっちゃ美味しかったよ。また紹介しよう。おでこのはニキちゃんじゃなくてね、黒だよ。まんちゃんとお寿司もいいね。こんばんは。和食大好き。なんかめっちゃ気になっとるとこあるけど、なんか予約制でねのところもね行ってみたいなって思ってる。海鮮ね、海鮮ランチいいよね。ヤンちゃんとの EX 大志さんの記事もよかった。ほんと？そうそうそうだね、ダンスの練習しなきゃだね。何が、なんか私が言ったいのはやっぱお魚のところ。でも名前知らんくて、なんか言ってもなんか なんで見たんやろか。あれかな、なんかね、私行ったことないけど、自然の禅が2個あるところ、町のあれなんて思うんだと思う、全然って思うのかな自然の禅が2個あるとこなんだけど、多分いっぱいだから、その人気でお客さんがいっぱいだから予約あった方が確実に行けるみたいな。なんて読むかわかんないんだよね。全自然の全を2個漢字並べたとこだ、多分違うっけっ間違っとるかな、あれ似てる字かな、あれちょっと合ってるかなやばいやばい、合ってるかな。いやもう漢字が合ってるか分からん、ちょっと
あ、そう、本通りにあるシカジカ、ササ、ササか。SD ライブ始まった、嘘。見て見て。どっちだろう、シカジカ、ササ。どっちかわかんないけど、その店すごい気になってるとこ私。予約制らしい。予約制ではないわ。予約制ではないけど、もう多分人がいっぱいだから。人がいっぱいやからもう予約せんとみたいな場所ですね。すごい気になってる。めっちゃ美味しそうなんです。あ、笹なんだ。本通りのお店。 TikTok って使い方、うん、結構簡単だと思うよ。海鮮のお店かな。そうだ、海鮮もあるし焼き魚、あ、それも海鮮だっけ。海鮮か、海鮮だね主に。混んでる、めっちゃ人気。お高そう。あ、どうなんだろう、本当に行ったことなくてね。そう、古風な感じのいいとこ。そろそろ読もうかな。読み方難しいお店あるね。そう、ランチやったらそんなに高くないと思う。前ね、ランチで行こうとしたんよ。でもいっぱいそうだったの、人がめっちゃ来てて。だからね、多分無理なのかなって思った。だから夜はもしかしたらお高いのかもしれんけど、ランチはそんなに、まあ、ちょっとお高いぐらいじゃないかな多分。またもし誰か行ったら教えて、どんな感じやったか。ランチ混んでると思うよ。こんばんは、こんばんは。もちゃんと来た、行きたいよね。ランチは1000円から。あ、そうなんだ。じゃあ結構行きやすい感じなんだね、ランチは。行きたいとこ増えた。おすすめだよ。おすすめ。いや、行ってないのにごめん。行ってないけど絶対美味しそうだったの、写真が。本当に、うわー、美味しそうと思って。あとはなんか私が行ったのは、実際にバケツのところのランチ。なんかバケツに、それも本通りなんだけど、バケツの上に、バケツの中、バケツの中に氷があって、その上に刺身が置かれてて、お昼のランチでちょっと行ったことがあります。なんかそんな、夜は多分そんな感じのお店じゃないんだろうけど、昼はね、そのなんか定食みたいな感じで。写真あるある、また。でも800円だったんですよね、めっちゃ安い、バケツ定食。海鮮丼のやつ。あ、そう、牡蠣とかがあるね、お店だね。そう、お昼はほんと定食屋さんみたいな感じ。うん、多分出てくると思う。そんな感じで調べたら、本当にバケツ定食みたいな感じで調べたら出てくると思います。多分すぐに牡蠣のなんどうちゃらこうちゃらみたいな書いてある。800円だよ。前髪あった方が可愛いですか？ありがとう。どっちでも嬉しいです。どっちが好きって言ってもらえても嬉しいです。とりあえずやろう。 夜はね、どっちかというとなんか大人の方が行く感じなんだけど、お昼は本当に全然誰でも行けるって感じ。
いや、夜はわかんない、多分。どうなんだろう。大人も、いや、桃花は、桃花はそんな。大人桃ちゃんにはなったけども。一人でなんなら本通りに夜行ったことないからな。一人だったら。絶対な、なんなら一人でお昼もあんま行かんから。そう、再販始まってる。ぜひ直接も待ってますわね。一人で夜なんか行かないよ。そんな一人で夜外出るの嫌いだもん。じゃあそろそろ読みますね。桃花さん、行ってほしくないけど、いや行ったことないんだってば。行かないので、絶対。私人夜夜道歩くの超嫌いなんよ。一人で怖くて。13位のエイトさんありがとう。11位のアザースさんありがとう。11位のきびだんごひこにいさんありがとう。10位のゼータンさんありがとう。練習頑張れ、今日もかい頑張ってくる、ありがとう。9位の奈良西さんありがとう。8位のミミフィーさんありがとう。7位のふみやとまくふふさんありがとう。6位のももかろ侍さんありがとう。あ、変わっちゃった。13位のきびだんごひこにいさんありがとう。12位のセータンさんありがとう。11位の奈良西さんありがとう。10位のアメミフィーさんありがとう。9位のふみやとまくふふさんありがとう。8位のももかろ侍さんありがとう。7位のマピアノッピさんありがとう。練習ファイト本番楽しみにしている、うん、楽しみにしとってね。6位のケイシティンさんありがとう。ボーリングもいいけど釣りボーリーイベントもよ、それな。待ってる私も。5位のタロイモさんありがとう。4位のさくらさんありがとう。3位のドラゴンさんありがとう。新人係超頑張れたよ、可愛い天使も会えたありがとう。お疲れ様、頑張ってね。2位のふくちゃんありがとう。でこだしもちゃん最高、ダンス頑張って。好きやもんね。ありがとう。1位の昔からおじいさんありがとう。ありがとうよ。今日はちょっと早めだったんですが、見に来てくれてありがとうございました。てるさんバラありがとう。ひげじしんちゃん先生さん、あ、イースターの卵だありがとう。あいあいさん、だるまありがとう。ふくちゃん、ひよこちゃんありがとう、かわいいよ。おもろしさんハートありがとう。ドラゴンさんピカピカありがとう。ひやんさん、ひよこありがとう。トシさんピカピカありがとう。ありがとう。うん、頑張ってくる。あー危ない。頑張ってきます。バイモモ、またね、おやすみなさい。またねー。